生に入って変わったねってお姉ちゃんに言われるの。でも私もあかりちゃんとルームメイトになれて本当に良かったと思ってるんだ。りんちゃんとまどかちゃんと3人でユニットを組んでから気づいたんだけど、私は少し姉御肌なところがあるのかもしれないね。みずきさんは私たちにとって永遠の憧れ、まさにレジェンド級のアイドルなの。さくらさんとの対決ライブは熱かったな。またいつかあのように緊張感のあるライブをやってみたいものだ。レトロクローバーのレトロっぽさがここね的には今の時代逆に新しい感じがするのよね。あなたのアイカツを応援するよ。ガンガンガンバファイファイファイとレッツレッツゴーゴーエイエイオー。私の実家はお寿司のチェーン店を展開してるんだ。もしかしたらあなたも聞いたことがあるかもしれないね。そうイエス